水語りのコーナーがやってまいりました。水オタ万歳。皆さんお久しぶりです。こちらは私の趣味のコーナーになっております。大好きな柚子のねおかけをやっているので、ついに2年ぶりかな、おかけ再開できました。こんな状況の中ね、行くなんてね非常識とかね、もう多分周りの人たちから白い目で見られるのは分かっているんですけども、こればかりはもうね私にとって必要不可欠ね、何があってももう行きたいっていう感じでね、強行突破してまいりました。おかげさまで私も無事完走することができました。やったねー。そしてその前に友人かおちゃん、無事ゴールテープを切りまして、本当におめでとうございます。無事完走できましたね。もうね今日はねタンバリンもこう鳴らしまくりたい気分でおりますね。この状況の中本当にね 100% 正解はないけども、もう自分たちのやれること、みんなが本当に協力してできることね、それをね本当にまじまじと実感してまいりました。なんてゆずっこでね、本当にみんなこう協力的でマナーが良くて素晴らしいなって、それは多分ねもうゆずがそういう人たちだからね、ファンの人たちにもそれが伝わってくるんだなっていうのが本当に実感して、素晴らしいライブになりました。もうね私は横浜パシフィコ横浜ね、9月に行くって言ったんですけど、本当に国費で8月にも行ってました。8月の2公演横浜ね、9月の2公演全部で4公演行ったんですけど、今回ね本当に行きたくても行けないっていう人たちたくさんいました。泣く泣くチケットねこう手放したりね、本当に悔しい思いをした人がたくさんいる中でね、私は無事こうやって行けたことを本当に感謝しております。本当に心からね喜びをいただいてまいりました。このねなんか感動を形にできないんですけども、この場を借りてねみんなにねお伝えしたいと思います。うまく話せないんですけど、私はねライブレポとかできないので、まずねこう横浜の風景とかちょっと撮ってきたので、そういうのね少し今回の動画でお見せしたいと思います。では最初にですね、私前もってグッズをねネットで注文して取り寄せしてたんですけど、やっぱりね現地に行くとやらずにはいられない、ガチャガチャね。でグッズを買う時も通常ならみんなね誰でもグッズ買えたんですけど、今回はチケットがない人は買えないっていう風なね規制もありまして、それも時間に限られた靴販売になりました。で、並んでもねなんか最初ねブーブーゆず太郎売り切れちゃったりね、なんか買えない人もたくさん出たんですけど、私はこの T シャツこれねどうしても欲しかったので黒も買ったんですけど、この T シャツね買いました。後ろもね見ます、後ろはねどう映るかな、こんな感じです。後ろ歌を2021ね、爽やかなこのブルーの T シャツ欲しくてね買いました。サイズは L ですね。あとはガチャガチャで出たのはこの歌おうの2021ゆずツアー、これねはめちゃおうね、ね腕にこうはめてね、こうやってねライブ完成しました。これとあとはなんかね、歌を譲ったろうのなんかキラキラのバッジ、これが出ました。これとあとはこのキーホルダーかな、これこれのキーホルダー、こんなのが出ました。私ね行ったライブの
公演数で1個ガチャガチャをするっていう風にねちょっと決めてるので、今回は4公演だったのでこう4回分のねガチャガチャです。これ1つ500円です。でもね今回ねちょっと可愛いでしょ、ね、すごい可愛いと思います。これがガチャガチャです。当たらなかったんですけど ねこれだけ本当綺麗になるので嬉しいです。よかった。それから買ったのがゆず太郎の、このゆずタオンのね、ゆず太郎買わなかったのでこのゆず太郎を買いました。これとブーブーゆず太郎、ブーブーゆず太郎、これもね買ってこう孫のお土産にしました。ブーブーでなるんですけどね、本当はねこのブーブーってこれ自分のものです。これでねブーブーこうやるからね、なんかねあの潰れちゃってかわいそうなんですけど ねすっごい楽しかったですよ。これ声を出せない分ね、これでねビービービーってねこうやったりね、すごいねひまわりの花を咲かせる時もこれをねやって盛り上がりましたね。ピーチも踊りました。ツンツンピョンツンツンピョンってね、これでやりました。すごい楽しかったです。こんなもんかな。あとはそうだ、タオルは、タオルはこんな感じ。歌おうのね、あ、逆さまです。これは前に見せましたね、歌おうのタオルです。今回はやっぱりね感染予防のためにタオルは振りませんでした。もうね、肩にかけてタオルはそのまま、おとなしく活躍する時はなかったんですけど、ブーブーゆず太郎の活躍は大活躍でした。これとタンバリンね、タンバリンはこの白です、ね、白いタンバリンです。今回ね、前回のゆずタウンの方はオンラインだったので、会場にねゆずタウンの方の、グッズも販売してました。やっぱね、両方ねピンクと白のタンバリンがあったりね、こうやってゆず太郎のね、ゆずタウンのゆず太郎があったりねしておりました。いや、もう一つね、買う予定ではなかったんですけど、どうしてもね欲しくて、これも大人気で、ね、多分買えなかった人もたくさんいるんじゃないかな。私はね無事買うことができました。見てこれ、ゆず太郎の歌おうのトートバッグ、すんごい大きくてね、もう何でも入る。もう、こう生地もね、このトートバッグの生地すごい厚くて、こうすごくね頑丈、丈夫そうでいいでしょこれね。裏はないんですけど、これを持ってね今回は大活躍、何でもボンボン入るからいっぱいね満タンにして帰ってきました。今までの袋よりねすごいね活躍できそうな、エコバッグにもなるしね、なんか買い物するときも便利だし、一泊の旅行とかね全然使えそうなバッグなので、このね、日常に使いたいと思います、ね、今回の公演私は1公演しか当選しませんでした。でもねお友達からね譲ってもらって、8月の2公演、9月の2公演両方見ることができました。本当に感謝です。いつもありがとうございます。ゆず子ね、みんなで助け合ってね、行けなくなったり、ちょっとね家庭の事情で行けなくなったりした人もたくさんいるんですけども、私はね何事もなく無事行ってまいりました。これもね家族の協力、みんなのね協力があってこうやってね行けたんだと思って本当に感謝しております。これね自分一人ではどうすることもできなくて、周りの人たちの協力がないと行動できないしね、この状況、来たくても来れないっていう人たちがたくさんいました。泣く泣くねチケットをこうリセール、ね、出した人もいるし、またねラッキーってそれをね買ってね行くはずじゃなかったけど初めて行ったっていう人もねたくさんいると思います。ゆずのね温かいライブ本当に感動しました。最初の日はねもう号泣でした。もう最初から最後はね本当にねもうなんか全部ね顔ぐちゃぐちゃになるくらい泣いたんですけども、踊りもねなんかこんなちょっとこんなね座ったまま
全員ね座ったままでマスク着用、声は出してダメなのでブーブーゆず太郎でね、これで声援を送るっていう風なね、タンバリンとこのブーブーゆず太郎で送るっていう風なね状況でした。でもね、なんか2年ぶりかなって、じゃあ大井お茶のライブに行ってるので2年まではならないんですけど、約ね2年ぶりのゆずに再会できて、やっぱりね生のライブはこんなにも受かってね、もう心に染みました。大好きですやっぱりね、本当に大好き。あ、帰ってきた横浜ってね、横浜も3年ぶりだったかな。もう懐かしい気持ちとね、風景を見るために胸が詰まる思いでね、このね横浜の風景もちょっとね動画撮ってきたのでね、この後お見せしますね。今回ね新曲もねいっぱい歌ってくれました。でも懐かしい歌もねいっぱいね歌ってくれて、セットリストは今回私は書き出していないんですけど、もうねゆずのオフィシャルの方で見れると思います。なんか最終日は収録も入ったみたいで、私ね最終日は行けなかったんですけど、友達が泣いてね感動したよって、もうすごいねこうちゃんの活躍がね、最後のこうちゃんの活躍が本当にねもうゆず愛あふれてて、お互いにね愛情を持っているんだなっていう風なね、そんな温かい風景が目に浮かんできます。ゆずはそんなあったかいねライブを毎回毎回ね私たちにね本当に届けてくれるので、私は商売ゆずっ子でもうね、もう棺桶の中に入るまでゆずティーを着ていたいと思います。懐かしい私の第二のふるさとっていうふうなね、そんな感じがしてならない横浜桜木町駅はね、本当に毎回行っても大好きなところです。すごいね歩いて観覧車ね乗ったり、あとなんていうの、キャビンですか、こうモノロープウェイみたいなねキャビン、あれに乗ったりね、すごいねこういう状況ですけども自分の中で楽しみを見つけてね、感染対策もしっかりとして、何より自分の免疫力を高めることがこのねコロナに打ち勝つことじゃないかなって思ってるんです。まあこれは私の考えね、みんなはねそれぞれねちゃんとやってくださいね。私の中で免疫力を高めること、それはねゆずに会うことです。ゆずの歌を聴くことです。遠征でね横浜に行ったり東京に行ったり、大好きなところに行くことです。そんなね自分が楽しむこと、これからもねいっぱいやっていきたいなと思います。いろんな規制はあります、危険な状態もいっぱいあります。だけど自分を守る手段は自分でしっかりと対策をとってね、家族に迷惑かけないように本当に注意しながら、これからもライブ活動を応援していきたいと思います。最後にね一つだけ、私のね大好きなゆずっ子ね、本当に長い付き合いになります、いつもお世話になっております。今回も本当にお世話になりました、ありがとうございます。そのね大好きなゆずっ子まこさんって言うんですけどね、みんな知ってる人たくさんいると思います。まこさんからねこれもらっちゃったの、これ見て、ゆずまん、昔のゆずまんね、ここに桜咲くって書いてあるんですよ、ほら桜咲くってね、私ね一番最初に行ったツアーが桜咲くツアーだったんですけど、なんかね初めて行ったのですごいねびっくりしちゃって、グッズをね買わなかったんですよ。だからなのでこの T シャツね持ってなくて、なんかねこの T シャツね手に入ったので、いるっていうか、いるいるって言って、ね、まこさんがわざわざねこう持ってきてくれました、会場まで、ね、嬉しいね。今度はねこれ着てねゆずおた やりたいと思いますね。私の大好きな T シャツマニアね、こればっかりはもうどん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  T シャツ増えてって、
断捨離してるんですけど、こればっかりは私へどんなブランドのバッグなんかいらないので、これが一番の宝物になります。こんな感じでズのねライブ行ったよっていう報告ができて本当に嬉しいです。このねゆずおたのコーナーできてからもうねライブずっとねオンラインライブだったのでね、本当の生のライブにいてね、やっぱり生はいいなって思います。で、友達のチケットでね3枚行かしてもらって、自分のチケットね3階席だったんですけどもね、3階席でも会場にいるだけで本当に幸せな気分になりました。生きててよかったってね心から思いました。でね、10月の25日、ゆずの25周年目突入のお誕生日の日です。何かね発表があるってこうちらほらね、なんかこう少しねこうミスった情報が入ってきたんですけども、もうねそのお知らせが来るのをワクワクしながら、10月25日も私はしっかり予定を空けて、もうこれはねチケット当たらないといけないんですけど、行く気満々でおります。そのためにはね健康でいないと、私自身がね健康でいないとダメですね。もうねライブ活動、今回ねゆず行ったでしょ、実はね今週末桑田さん行くんです。仙台初日当たりました。やったね桑田佳祐さんね、宮城のライブここからスタートです。それで年末のアスカ、私の楽しみ本当に待ったかいがありました。ゆずおた万歳、私のねライブ活動の記録として残してあります。あまりね興味ない人もいると思うんですけど、私のね自己満足のコーナーになっております。よかったらたまにやりますので覗いてみてください。ではまた会おう。またね、バイバーイ、バイバーイ。いつだろう、かわいそう、こんな感じね。またね、バイバーイ。ありがとうございました。